ピエタ1460番、テンペラ86107センチメートルブレラ絵画館、総督、レオナルド・ロレダンの肖像1501ごろいた、油彩61.545センチメートル、ナショナルギャラリージョバンニ・ベッディーニは、イタリアルネサンス期の画家。画家一族で知られるベッディーニ家の中で最も重要な画家である。ベロネーゼ、ティツヤーノ、ジョルジョーネ、ティントレットラを生んだ。 ベネツヤ派の第一世代を代表する画家であり、15世紀同派最大の巨匠である。父のヤーコッポベリーに、兄のジェンティーレベリーにもそれぞれ巧妙な画家である。また、パドバ派の大画家マンテーニャは、義兄邸にあたり、ベリーに兄弟の画風はマンテーニャの皇室で、理智的な絵画からも影響を受けている。1460年作のピエタは、 伝統的な画材であるテンペラを用い、質な画風にはマンテーニャの影響が見られるが、1480年頃から新しい技法である油彩を用い、柔和な表現と華麗な色彩が特色のベネツィア派風の作風に移行する。ジョバンニの少年は不明だが、1430年頃と推定され、没年である1516年には80代半ばの高齢であったが、 晩年に至っても出力は衰えなかったことが現存する作品から伺える。彼は長い画業の間に多くの聖母子像を残した。それらは伝統的な図像にのっとりながらもごく普通の母子の肖像画のような人間味と親近感を与えるものである。カクテルのベッリーニの名前は彼に由来する。ありがとうございます。